そんないっぱい持つの？めっちゃいい景色じゃん。あんま見てなかった。おいで。ちょっとちょっと。頑張れ頑張れ。危ない。危ない。うん。やっぱり面白いね。すごーい、遠くまで人が。もう結構これ石の道だから歩けないな、きっと。ちょっと見る、ね、人もいないし。すごい、わーすごい、雲の中からなんか山が出てる。すごーい、よいしょ、行った。すごいね、景色がめっちゃすごい、ね、すごい。疲れた。まだ登り始めて15分くらいか。頑張ろう。すごいね。え、あっちまで30分。え、30分で着く？あそこじゃないよ。え、そこの上でしょ？Thank you.
クビです。あれ、なんでそんなとこで着替えてんの、なんでそんなとこで着替えてんの。あ、帰りは着いた。寒いよね、上着てたんだけど。わー、わー、わー、わなに、やーっ、やー、楽しいな。斜めですね。出たいの。ちょっと待ってて、もうちょっとで山頂だから。とはいえ、早くしないと景色見えなくなるよ。ほら、下の方が遅い。あの雲でもう見なくなるでしょうね。山頂って別のとこにありそうじゃない？三角点的なとこじゃない？いちごがなってる、見えるかな。いちごかわいい。やっと結構下山してきました。すごい歩きやすい。尾瀬みたいな。尾瀬ってなんていうの、これなんて言ったっけ、忘れちゃった。綺麗な道を歩いて、帰りはリフトに乗らずに駐車場まで歩いていこうと思います。ね、頑張ろう。はい、無事に下山してきました。リフトを使わず。疲れた、めっちゃ。雲が出るんじゃないかと思って。めっちゃ怖かった。
リフトにすればよかったって思いましたね。でもよかった、クマも出なくて無事でした。よかった、今日も楽しい登山でした。またね、じゃあね、持ち帰んの？